人が真剣なのは分かったから、離婚にしましょうか。いいのか？やった！ありがとうございます。いいタイミングで離婚が決まったね。ああ、これで来週の旅行は、こそこそせずに堂々と旅行に行けるな。は？旅行？今日は妊娠も、離婚も確定したから、旅行に行くにはいいタイミングでしょ？お腹が大きくなったら、動きづらくなるだろう。だから、その前に旅行に行こうってことになったんだ。ちょうど、今日の夜に来週は出張になったって、お前に嘘をつくつもりだったんだ。私は、夫の不倫を突き止め、離婚する流れとなっている。それはいいのだが、私が離婚すると言ったことで、夫と不倫相手は、もう私の前では何を言ってもいいと思っているようだ。旅行に行くことも、その旅行に行くために嘘をつこうとしていたことまで、ベラベラと話し始めた。また、二人の理解不能な行動は、その後も続く。何、これ。離婚することが決まった私は家を出て、ひとまずホテルで生活をしていた。そこに、私宛ての封筒が届く。開けてみると、中から記入済みの離婚届が出てきた。早く離婚したいのはわかるが、わざわざ旅行中に離婚届を届けるとは。夫と不倫相手は私のことをバカにしているのか。二人のしたことにまた呆れてしまったが、私にとっては先に離婚届が手元にある方が助かる。出せってことね。了解。離婚届の提出も、荷物の運び出しも明日やってあげるから、安心しなさい。私は、不倫や離婚を甘く考える二人に、自分たちのやっていることがどれだけ大変なことであるか思い知ってもらうことにした。私は明美、36歳で薬剤師をしている。私はいい年をしているので、それなりの期間の結婚生活を送っていて、そこそこ大きな子供がいると思われがちだ。しかし、実は夫の雄太とは結婚してから、まだ1年も経っていない新婚である。周囲からは、この結婚を奇跡だと言われていて、私もそう思う。奇跡というのは、この年齢で結婚できたこともあるが、夫が10歳も年下で、イケメンであったことも含まれている。結婚の報告を周りにするときは、自慢げに夫の写真を見せたものだ。そんな若い夫と、おばさんの私が出会ったのは職場である。私はあまり積極的な性格ではなく、職場には女性が多い。また、薬局に来るのはご年配の方が多く、あまり若い男性は来ない。そのため、出会いがなく、気がついた時には30歳を超えていた。結婚はしたいと頭の片隅では思っていた時期もある。しかし、仕事が充実しているので、このまま独身でもいいかと思うようになっていた。そんな風に自分に言い聞かせていた2年ほど前、私に突然出会いが訪れた。すいません、お願いします。はい、処方箋をお預かりしますね。私が働いている薬局に、当時24歳の夫がやってきた。営業マンの夫は仕事の外回り中に、交通事故に遭って通院していて、薬局には出歩を取りに来ていた。私の働く薬局に若い男性が来る頻度は少ない。そのため、イケメンが来たと、バックヤードで私たちおばちゃんたちは密かに盛り上がった。ただ、職場の仲間たちはすでに結婚しているし、若い男性が私のことを気にするわけもない。私たちはテレビでアイドルを見て、かっこいいと思う目の保養的な感覚で、夫を見ただけだ。だから、私も夫はかっこいいと思いながらも、ただただ普段通りに薬を渡して会計をした。それから夫の通院はしばらく続いたので、私の職場にも訪れることになる。すいません、お願いします。はい、処方箋をお預かりしますね。いつものように、
私と夫は業務的な会話だけをする。夫が湿布を取りに薬局を訪れるようになって、これで3回目。そろそろ通院が終わる頃なので、もうすぐ夫は薬局に来なくなるだろう。目の保養ができるのも今回が最後かもしれないと思いながら、私は処方箋を持って湿布を取りに行く。湿布を探していると、処方箋に付箋が貼られていることに気がついた。付箋にはアルファベットと数字が並んでいるので、私は仕事に関する何かのナンバーかと思った。しかし、付箋で追加の指示が書かれることはない。何かと思いながら私はその付箋を剥がして、よくよく確認してみると、ID とも書かれている。どうやらメッセージアプリの ID のようだ。なぜ連絡先の付箋が処方箋に貼ってあるのか、意味がわからなかった私は職場の仲間に確認した。処方箋に連絡先が貼ってあったんだけど、これって病院側から指示があるから連絡しろってこと？私の質問にその場にいた3人の既婚者は固まる。私は何か常識外れのことを聞いたのかと思って焦っていると、みんなから自慢かと罵られてしまった。またその場にいた仲間の一人がメモ用紙とボールペンを床に叩きつけるように置き、私に自分の連絡先をかけと怒鳴る。ここでようやく私は付箋に書かれた ID が夫の連絡先であると理解できた。別に私は夫から連絡先をもらったことを自慢したかったわけでもなく、天然や鈍感なわけでもない。シンプルに夫が私に連絡先を渡すことなどありえないと思っていたのだ。状況を理解した私は慌てて連絡先を書き、みんなに急かされながら夫のところへと戻った。すいません、遅くなって。こちらが今回の分ですね。ありがとうございます。私は冷静さを装いながら、いつも通りに湿布を渡し、夫もいつも通りに湿布を受け取る。ただ、いつもと違うのは、渡した湿布に、私の連絡先を書いた紙を忍ばせてあることだ。その夜、私は夫に連絡するべきか、しないべきか、スマホをテーブルの上に置き、真っ暗な画面とにらめっこした。正確には、連絡はしたいのだが、勇気が出ずに連絡はそのうちすればいいという理由を必死に考えていたと思う。しばらくすると、急にスマホの画面が明るくなり、テーブルの上でガタガタと音を立てたので、私はびっくりしてしまった。通知を確認すると夫からのメッセージで、食事の誘いだった。もちろん、私に断る理由はない。それからも夫は私を誘ってくれ、交際するようになり、付き合って2年で結婚にまで至った。交際を始めた時に、どうして若い夫が私のようなおばさんに連絡先を渡したのか聞いたことがある。年齢を知ったのは初めてご飯に行った時で、それまでは20代と思ってたんだよ。年齢を知ってどう思ったの？思ったより年上でびっくりしたな。それだけ？え？それだけだけど、好きになったらアプローチするのは当然だろ。夫は私の質問の意味がわからなくて、質問に質問で返してきた。夫の恋愛や結婚に年齢は関係ないようだ。この時はずっと年齢ばかり気にしていた自分が恥ずかしくなった。ただ年齢に関しての不安は解決したが、私にはもう一つ気にしていることがある。結婚式と2人で生活を始める費用だけど、私が少し多めに出そうか。私は言いにくいことなので、直接的な表現は避けてもじもじする。私と夫では、私の方が給料がかなり高く、貯金もある。これは私が薬剤師で、夫が営業だからということではなく、単純に年齢の差が原因だ。そのため、当然のことではあるが、やはり妻よりも収入が少ないことを夫は気にしているのではないかと思っていた。また、
まだ夫は26歳なので、それほどお金も貯まっていないはずなので、結婚式や新生活の費用を負担してもらうのも悪いと思った。なんで？二人で半々でいいよ。俺はこれから頑張るから。しかし、これも年齢と同様に、不要な不安だったようだ。夫は、私の不安をことごとく解消してくれ、結婚するときには、夫に対する不安はすべてなくなっていて、素直に幸せを感じることができた。職場の仲間も、友人も、みんな私の結婚を羨ましがりながら、祝福してくれた。無事に結婚でき、それからは幸せな夫婦生活を送っていけるだろう。そう思っていたのだが、すぐに状況は変わりだした。結婚して最初の3ヶ月ほどは、それはそれは幸せな新婚生活だった。夫は仕事が終わると飛んで帰ってきてくれ、休日には一緒に手をつないで出かけるし、家事も手伝ってくれる。あとは子供がいれば完璧だ。ただ、私は年齢が年齢なので、その子供については少し心配している。しかし、夫は私の年齢を受け入れた上で結婚してくれたので、いろいろと察してくれるだろう。子供については少しだけ後回しにして、私は今の幸せを存分に味わうことにした。そして、結婚から3ヶ月が経った今、徐々に幸せな新婚生活は崩れ始めている。今日も帰り遅い？ああ、いつも通りになると思う。最近、帰りが遅すぎない？終電逃してタクシーで帰ってくることもあるし。何？仕事を頑張ってるのに、文句言われるの？いや、そういうわけじゃ。私の言葉に機嫌を悪くした夫は、力強く玄関のドアを閉め、わざとバタンと大きな音を立てさせた。また、そのドアが閉まる振動と風圧で、玄関の棚の上に置いてあった私と夫が写る写真立てがバタッと倒れた。そっと写真立てを立て直すと、ゆっくりと玄関のドアを開けて、私も仕事に向かう。夫の言う通り、仕事を頑張っているのに、早く帰ってきてほしいというのはわがままだ。しかし、私はわがままを言いたいわけではない。最近、夫の態度が変わりすぎたので、不安を感じているだけだ。ちょっと、今日は燃えるゴミの日で、ゆうたが出す日でしょ？ああ、悪い悪い。今度は忘れずに出すから。そう言って、前も忘れてたことあるでしょ。別に二日や三日くらい、家にゴミを置いててもいいだろ。いいわけないでしょ。三日も燃えるゴミを置いとくなんてありえないことなの。うるさいな。文句があるなら全部お前がやればいいだろ。リビングのソファーで寝っ転がってスマホを触る夫に注意すると、めんどくさそうな表情をして寝室へと逃げられた。結婚前に家事は分担すると決めた。夫は家事が得意ではないことを知っている。しかし、結婚するなら苦手でも協力しないといけないと言って、夫は自分からいろいろルールを決めてくれた。そのルールは結婚から3ヶ月で崩壊し、少しずつ私の役割が増えていく。今日はゴミ出しはすべて私がすることになったようだ。家事に関しては、もともとは私が主体でするつもりだったので、それほど問題とは思っていない。問題なのは、夫が変わってしまったことだ。結婚前はあんなに優しかったのに、どうして急に？私は考えたくない言葉が頭に浮かびそうになったので、必死でその言葉を頭から振り払う。それから3ヶ月後、夫はどんどん変わっていき、ついに注意だけでは済まない状況となってきた。ゆうた、また家のお金を勝手に使ったの？俺の給料分を引き出しただけだよ。将来のことを考えて貯金していかないといけないんだから、月10万も20万も使うのはどうかと思うのよ。お前は高い給料もらってるし、子供がいるわけでもないんだから、俺の給料がなくても生活はできるだろう。夫はまたソファーに寝っ転がって、スマホをいじっている。
もう家の中では私の顔を見て話すことがなくなり、今はスマホが嫁のようになっているようだ。どこに行くにも夫と一緒にいるのは私ではなくスマホである。スマホばっかり見てないで私の顔を見て話してよ。うるせえな、母親みたいなことを言うんじゃねえよ。夫はスマホ画面に視線を向けたまま、私の前を素通りして寝室に行ってしまった。家にお金すら入れなくなってしまった夫に、私は頭を抱えている。当然、毎日の帰りは遅いままだし、休日は夫一人で出かけるようになって、私と一緒に出かけることもなくなった。やはり、私の方が給料が高いことを気にしていたのだろうか。また、子供のことも言っていたので、なかなか子供ができないことに苛立ちを感じているのだろうか。私は夫の言葉に甘えず、もう少し夫に対して気を使うべきだったかもしれないと反省している。ただ、この反省は不要なものであったことが、この後すぐに分かった。数日後、私は友達に誘われてカフェに来ていた。今日はいい天気で、遠くまで景色がよく見える。私がぼーっと窓の外を見ていると、夫と知らない女性が、一緒に手をつないで産婦人科に入っていくところを目撃する。女性の見た目は若く、ぱっと見で20代前半といったところだ。私は衝撃の光景に、手に持っていたコーヒーのカップが割れるかと思うくらい手に力が入った。もちろん、夫を見つけたのは偶然ではない。カフェに誘ってくれた友達は、夫と女性が入っていった産婦人科で働く看護師だ。友達には夫の写真を見せたことがあり、夫の顔も名前も知っていた。その夫が見知らぬ女性と産婦人科に来たので、私に連絡してくれたのだ。ただ、身内であっても患者の情報を勝手に漏らすことはできない。そのため、私は友達に産婦人科が見えるカフェに呼び出され、今日は窓の外を見ながらぼーっとしようとだけ言われた。私はなんとなくその言葉の意味を理解して、カフェから窓の外を見続けていた。そこに、偶然夫と女性がやってきただけのことである。今すぐ病院に乗り込みたいところだが、いきなり病院で騒ぎ立てるのは迷惑行為だ。それに、夫には何か理由があって、知り合いの女性に付き添ってるだけという可能性もある。そのため、私は病院の前で二人が出てくるのを待つことにした。友達は帰り、私は一人で1時間ほど病院の前で待った。夫はやっぱり不倫をしていたのか、もしかして不倫相手は妊娠しているのか、ただ知り合いの検査に付き合ってるだけ。不安を感じながらの1時間は長く感じ、その間にいろいろな考えが巡らせた。そこに夫と女性が出てきたので、私は慌てて突撃する。産婦人科に行った理由を聞かせてもらえるかしら。お前、なんでここにいるんだ。普段は私の顔を見ずに、スマホ画面ばかり見ていた夫が、今は目を見開いて私の顔を見ている。しかし、私は夫ではなく、女性の方に視線を向ける。女性はかなり気まずそうな表情だ。まだ確定ではないが、私は夫の不倫を覚悟する。ここじゃ話ができないから、あそこに移動しましょうか。私は、さっきまで友達といたカフェを指差し、夫と女性を連れてお店に移動する。お店に入ってもすぐには話を始めず、まずは気持ちを落ち着けるために、1時間前に飲んだコーヒーを再び注文。コーヒーが届くまで私は無言だったので、夫と女性も話すことができず、二人とも不安そうな表情をしている。黙る私に、さぞ威圧感を感じていることだろう。コーヒーがテーブルに届くと少し飲み、ここでようやく私は口を開いた。二人の関係は、夫はいつも私の話を面倒くさそうにしていたので、私はいきなり本題をぶつけることにした。26歳と若い夫なら、どこにでも出会いはあるだろうから、
二人がどこでどうやって関係を持ち始めたのかなんて興味はない。いつから関係を持ったのかも、夫の態度の変化してきた時期からわかる。私は結果だけ聞ければ十分である。それは、夫は私の質問に焦り、言葉に詰まる。この時点で答えははっきりしたようなものである。夫の隣に座る女性が不倫相手で、夫がいつも触っていたスマホの画面の向こうにはこの女性がいたというわけだ。帰りが遅いのも、休日に一緒に出かけなくなったのも、家にお金を入れなくなったのも、全部この不倫相手が原因だ。私の中で不倫と夫の変化が次々とつながっていく。産婦人科に行ってたってことは、もしかして妊娠してるの？それは、夫は答えられずにもじもじしている。何を聞いても夫の口から答えが返ってこないので、私はイライラし始め、コーヒーを飲むペースが上がっていく。諦めてすべて白状しろと、夫に叱ってやろうと思ったその瞬間、夫ではなく不倫相手の方が口を開いた。もうバレてるし、逃げられないんだからはっきりさせるしかないよ。それは、でも。はじめまして。私、ユイって言います。私とユータは付き合ってます。前の検査でははっきりしなかったんですけど、今日の検査で子供は6週目だって言われました。私はいきなり真実を話し出した不倫相手にあっけに取られ、飲もうと思って持ち上げたカップの手が途中で止まった。不倫相手の目は真剣だ。おそらく、夫と結ばれるために私を乗り越えるべき壁や倒すべきラスボスのように思っているのだろう。真剣なのはわかるが、私からすればただ開き直っただけにしか思えない。また不倫相手の言葉を聞き、間違った方向に勇気をもらってしまった夫も開き直り始めた。俺たちは本気なんだよ。お前には本当に悪いと思うけど、ここは俺たちのために離婚してくれないか。ユータ、はっきり言ってくれたね。ありがとう。でも、これから大変なんだぞ。離婚、出産、新しい生活にやることは山積みだ。ユータとなら大丈夫よ。夫まで悲劇のヒロインのように振る舞うので、本当に私は二人にとってのラスボスなのではないかと勘違いしてしまいそうだ。夫が好きになったら、一直線になるのは知っている。しかし、結婚してから新しく好きな人ができた場合は、ちゃんと順序を踏むことが大事だろうに。私は、窓の外の産婦人科に目をやり、ため息が漏れた。結局のところ、結婚には年齢も重要だったようだ。これは、年の差がある結婚を否定しているわけではない。子供のような恋愛をする精神年齢が低い人との結婚には注意が必要という意味だ。不倫が発覚して不倫相手が妊娠していると分かったので、離婚ならこっちからお願いしたいところだ。しかし二人を見ていると、どうしても自分たちが悪いことをしたと思っていない態度が腹立たしい。このままラスボスを倒してハッピーエンドを迎えられると私は気分が悪い。不倫や離婚を甘く考える二人には、自分たちのやっていることがどれだけ大変なことであるか思い知ってもらうことにしよう。まずは、私に離婚の意思があることを伝えないといけない。二人が真剣なのは分かったから、離婚にしましょうか。いいのか？やった！ありがとうございます！二人は、周囲に視線を集めるほど大きな声を出し、抱き合って喜んだ。私が恥ずかしいから、ここがカフェであることを忘れないでほしい。いいタイミングで離婚が決まったね。あ、これで来週の旅行は、こそこそせずに堂々と旅行に行けるな。は？旅行？今日は妊娠も離婚も確定したから、旅行に行くにはいいタイミングでしょ？ユイのお腹が大きくなったら動きづらくなるだろう。だからその前に旅行に行こうってことになったんだ。ちょうど今日の夜に
来週は出張になったってお前に嘘をつくつもりだったんだ。私は手の力が抜けて危うくカップを落としてしまうところだった。私が離婚すると言ったことで夫と不倫相手はもう私の前では何を言ってもいいと思っているようだ。旅行に行くこともその旅行に行くために嘘をつこうとしたことまでベラベラと話し始めた。これから離婚なのよ。話し合いしなきゃいけないことがあるんだし、旅行はキャンセルできないの。それはちょっと。今からキャンセルさせるつもりか？旅行くらい行かせてくれよ。私はこれまでの人生の中で最も大きなため息をついた。二人は離婚のことよりも旅行が優先らしい。ちゃんとわかってるの？離婚の理由はあなたたちにあるのよ。じゃあ今からサクッと決めてしまおう。何を決めればいいんだ？サクッとって。まあ決めるのは財産分与と不倫の慰謝料かしらね。マンションは賃貸だからどっちが残るかだけど、私は住むつもりないから出ていくわ。不倫の慰謝料ってどのくらいだ？ゆい、調べてくれ。夫に言われて不倫相手はスマホを取り出し、不倫の慰謝料を調べ始めた。なんともいい加減な話し合いである。しかし私は二人に離婚がそんなに甘いものではないと実感してもらうために温かい目で見守ることにした。ネットには50万円から300万円って書いてあるわ。そんなにするのか。なあ、ここは50万にしてくれないか？私も法律には詳しくないけど、それはちょっと安すぎるかも。慰謝料は離婚後に決めてもいいから、先に決めたいのはこの後の生活に関わってくるから、家とお金のことね。そうか、家の方はお前が出ていくんだよな。なら今の家は俺とユイで住むわ。じゃあ私はこの後すぐに出ていくわ。荷物はあなたたちが旅行に行っている間に運び出すわ。あとは財産分与だな。財産って夫婦の貯金くらいだろ。結婚生活は半年くらいでそんなにないだろうから半分ずつでいいんじゃないか。そうね、じゃあそうしましょう。私は夫に言わせたかったことを苦労なく自分から言ってくれたので、心の中でほくそ笑んだ。だから離婚の話はサクッと決めるようなものではないのだ。私はここまでの話を形にして残すため、お店に A4 用紙とペンを借りて簡易な書類を作成した。内容は離婚すること、離婚の原因が夫の不倫であること、夫婦の財産は折半することだ。何も気がついていない夫は私の手書き書類にサインをする。こんな書類でも一応は法的には効果があるので、私は書類を折らないように気をつけて夫から預かる。それじゃあ荷物をまとめるから先に帰らせてもらうわ。おう、元気でな。離婚していただいてありがとうございました。私は夫と不倫相手に笑顔を見せてからお店を出る。翌週、私はまだ新しい家を探しているところでホテル暮らしをしていた。今日から夫と不倫相手が旅行に行く日なので、明日は業者と一緒に前の家を片付けに行く予定となっている。ホテルで明日のスケジュールを確認しながら、量が多いのでなかなかに骨が折れそうだと思っていると、フロントから郵便が届いていると連絡が入った。届いていたのは封筒一つだ。何これ。開けてみると、中から記入済みの離婚届が出てきた。早く離婚したいのはわかるが、わざわざ旅行中に離婚届を届けるとは。二人のしたことにまた呆れてしまったが、私にとっては先に離婚届が手元にある方が助かる。出せってことね。了解。離婚届の提出も荷物の運び出しも明日やってあげるから安心しなさい。私は夫の顔を思い浮かべて、その思い浮かんだ夫に明日の予定を伝える。夫と不倫相手が帰宅した時、きっと驚いてすぐに私に電話をかけてくることだろう。二日後の夜、私がホテルでくつろいでいると、元夫から電話がかかってきた。おい、どうなってるんだ？
家のものが全部なくなってるぞ。そんなことないでしょ。あなたの服とかゲームは床に置いておいたけど。私は焦る元夫の表情を想像して思わず笑ってしまった。電話の向こうからは不倫相手の慌てる声も聞こえる。おそらく家のあちこちを確認しているのだろう。二人が慌てるのも無理はないと思う。私は前の家にあった自分の荷物をトランクルームに放り込み、残ったものは明らかに夫の私物と思えるもの以外はすべて売り、売れないものは処分した。それは家具や家電に限らず、シャワーヘッドやコンロなどの生活に必要なものから、調理器具や小さな置物まで徹底的に。そのため、今はまるで入居待ちの空き家のようになっている。お前、なんでこんなことするんだよ。ちゃんと弁償しろよな。なんで？私は話し合いの通りにしただけよ。離婚するなら財産は半分にするって。あんたが離婚届を送ってきたから離婚は成立。だから、きっちり財産を半分にしておいてあげたのよ。は？どういうことだ？家具や家電は夫婦の共有財産よ。話し合ってそれぞれに振り分けずに、半分に分けるってことになったから、全部売って現金にしたの。リビングの床にあなたの服が置いてあるでしょ？その上にお金がない。電話からバタバタと足音が聞こえる。夫は急いでリビングへ向かったようだ。そして、ドンと膝を床に落とす音が聞こえた後、今にも消えそうなか細い声で、元夫はつぶやいた。え？三万と小銭、家のものをすべて売って、この金額。そうなのよ。私たちが生活を始めるときに、お互いの家から持ってきた家電がいくつかあったでしょ。だから、安い値段しかつかないものが多くてね。中には、引き取るのにお金がいるって言われたものもあったのよ。雑貨はほとんどは買い取り不可で処分になったし。夫は、手の力が抜けてしまったのか、チャリチャリっと小銭の落ちる音が聞こえる。私も家のものを徹底的に売って、合計6万円は少なく感じる。しかし、リサイクルショップに引き取りをお願いすれば、こんなものだろう。もし、ネットオークションを利用したり、家具や家電を専門にする中古ショップなどに引き取ってもらえば、もう少し値段は上がったかもしれない。だが、今回は高く売ることが目的ではない。私は元夫から生活に必要なものをすべて奪い取り、できるだけお金を渡さないようにしたかった。そのため、何も考えずにまとめてリサイクルショップを利用したのだ。こんな入居前みたいな状態でどうやって生活するんだよ。そんなの知らないわよ。これはちゃんと約束したことよ。財産は離婚したら半分。私の手元にある書類にはそう書いてあるし、あんたもサインしてるわよ。何か文句ある？元夫は何も言い返せないようで黙ってしまった。今更離婚の話し合いをサクッと終わらせたことを後悔しても遅い。それに、まだ離婚の話し合いは途中である。後悔は全部終わってからにしてほしい。旅行と家の状況ですっかり忘れてると思うけど、離婚の慰謝料についてはまだ話が済んでませんからね。そうだ、まだ慰謝料が何も決まってない。頼むよ、安くしてくれよ。俺、結婚式とお前との生活を始めるときにお金をだいぶ使って、ほとんどお金がないんだ。今回の旅行も俺の金を使ったし、今は全財産で30万くらいしかないんだ。女の前でカッコつけたいのはわかるけど、無理してお金を使うからいけないのよ。残念だけど、不倫の慰謝料は250万円で請求させてもらうからね。は？ 250 万円？結婚期間は短いけど、不倫が原因で離婚するし、不倫相手は妊娠してるから、私はこのくらいが妥当じゃないかなって思ってるわ。文句があるなら、弁護士に依頼する。元夫はまた黙ってしまった。全く何もない部屋で、いきなり借金を背負うことになるとなれば、放心状態にもなるだろう。元夫はこれから家具や家電を再び買い直さないと生活ができない。しかし手元にはお金はなく、26歳という若い元夫にとって決して安くない額の慰謝料を支払うことにもなる。
これでは家具や家電が揃うのは遠い未来のこととなりそうだ。ただすでに離婚した私が元夫がどんな生活を送ろうが関係ないことである。慰謝料のことはまた連絡するから。私は元夫に家がきれいな状態になっている理由を伝えたので電話を切った。元夫の表情が直接見れなかったのは残念だが、これで元夫は自分が不倫と離婚を甘く考えていたことを痛感していることだろう。その後、元夫には不倫の慰謝料として250万円を払ってもらうことになった。一応弁護士に相談したら、もう少し額を上げてもいいのでは？と言われた。しかし、まだ若くて、現状ほぼ無一文の夫にとって、250万円は十分に痛手だろう。私はお金が欲しいわけではないので、250万円で許してやることにした。元夫と不倫相手は若いのだから、これから二人で力を合わせて、ゼロから頑張ってほしい。そう思っていたのだが、結局二人はうまくいかなかったようだ。不倫相手はフリーターで、貯金はなかったらしい。元夫の手元には30万円しかないので、簡単に使うことはできない。そのため、家がすっからかんになった後、二人は段ボールをテーブル代わりにしたり、コンロがないのでカセットコンロで料理をしたりなど、なんとも惨めな生活をしていたらしい。そんな生活に一週間で音を上げて、家を飛び出していったそうだ。妊娠していた不倫相手と破局したことで、元夫は養育費の支払いもしなければいけないことが確定した。不倫相手と結婚するつもりで私と離婚したのに、元夫はなぜか一人になり、どんどん支払うべきものが増えていく。しかも、元夫の転落はここで止まらない。元夫は、不倫相手と旅行中に、二人の写真を SNS に投稿して、私と離婚して不倫相手と結婚することを発表していた。当然、職場では離婚や再婚の話をいろいろと聞かれる。離婚はしたが、相手とは破局したといえば、次は破局の理由を聞かれる。本人は何を聞かれても話を濁していたらしいが、このような話題はどこからか不倫や妊娠、慰謝料や養育費の話などが出てきて広まるので、世の中は不思議なものだ。社内で悪い評判が立った夫は、仕事が続けられるはずもなく退職してしまった。不倫の慰謝料と養育費を支払い、生活費も確保しないといけないので、早く転職先を見つけてほしいところだ。恋愛に情熱的で一直線になるのはいいこととされているが、元夫のやったことや今の状況を考えると考えものである。私は今回のことでよく学んだ。恋愛に向いている人もいれば向いていない人もいる。私も元夫も恋愛には向いていなかったのだと思う。今の世の中には恋愛や結婚以外にもいろいろな幸せの形がある。私はしばらく仕事があればいいと思って、今日も仕事に打ち込んでいる。本当に考えなしの旦那さんでしたね。まあね、年齢とかを特に気にしない恋愛に一直線だっていいことでもありそうですけど、裏を返せば本当に何も考えてないんだなって感じになっちゃいますよね。でも男の人って意外とそういう人多いのかな。皆さんの周りの男性はどうですか？ちゃんと真剣に物事考えて進めていますか？よかったらコメント欄で感想をいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。